どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回5月30日です。2019年、本日大お知らせドッカーン、こちらの本、はい、リットミュージック社から出てるガズのソングブック、はい、100曲入り本日発売になりまして、 Amazon でいきなり1位獲得しております。大変ありがとうございます。はい、そしてこれ見てください。カテゴリー弦楽器部門で1位にガズレレ独占でございます。ほんとね、これだけの人が、ガズレレとウクレレと音楽を楽しんで自分ごとにして音楽を自分がやることにしたっていうのが私が嬉しいことでございまして。はい。やっぱりですね、僕のバンドガズが思うのはね、こうなんですよ。音楽って楽しいじゃないですか。で、上手い下手じゃないですよ。とにかくやってみる。4つ弾きでも思いっきり心を込めてやってみる。そういう人が増えるとね、やっぱどうですか皆さん。やってみて楽しいじゃないですか、ウクレレって。そうするとですね、こうです。楽しい人が世の中に増えるわけですよ。そうしたら楽しいことが増えるとどうなるかというと、いい世の中になると思うんですよね、皆さん。だからやっぱ皆さん、自分が楽しいと思ったら、そのガズレレ YouTube をご活用していただいて、も周りの方に教えてね、こうやってやるんだよって、そしてもうそこでまた楽しい輪ができるわけじゃないですか。それがどんどんこう広がっていくというのが私のいいなと思うことでございます。そしてクラウドファンディングのお知らせもするんですけど、このね、ガズが監修したベトナムで作ってる手作り、一本ずつ手作りした看板材、無垢材使ったウクレレの、このウクレレのクラウドファンディングですけど、本当は5月後半って言ってたんですけど、ちょっと遅れ気味で6月に入っちゃいそうになっちゃった。で、ちょっともう遅れちゃって申し訳ないんですけど、その分ね、やっぱこの間ベトナムに行っていろいろまた思うこともあって、盛り込んでますんで、さらにいいものになってクラウドファンディングスタートできると思いますんで、この2点、今日お知らせしておこうと思いまして、この動画をアップロードしました。はい。皆さん引き続き、ガズレレフォローしてくださいね。ホームページ、ドン。ここはホームページ、リンク見といてください。ブログも書いてますからね。最新情報はブログとかの方が早く、出ると思いますけれども、とにかく、そんなことで。音楽楽しんでいきましょう。音楽ってね、上手い下手じゃない。楽しんでるか楽しんでないか、これだけですから。よろしくお願いいたします。そんなこんなで、ガズレレよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。